土曜プレミアム ENGEI グランドスラムフジテレビ系が本日9月21日土曜日に放送されるのは気報の通りこのたび ENGEI グランドスラム初出演となるダウ Q 万のメンバー8人が収録の感想や番組への思いなどを語った ENGEI グランドスラムフジテレビ系が本日9月21日土曜日に放送されるのは気報の通り この度 ENGEI グランドスラム初出演となるダウ Q マンのメンバー8人が収録の感想や番組への思いなどを語った画像 ENGEI グランドスラムでダウ Q マンが披露するコントのワンシーン ENGEI グランドスラムにはダウ Q マンのほか楽天足エ恵比ャ、トム・ブラウン、ラランド、吉住らが出演またコーナー企画 ENGEI ポップアップギャグステージが初開催される ダウキューマンコメント四角蓮見賞 ENGEI グランドスラム初出演の感想は ENGEI グランドスラムは僕がお笑いをやりたいと考えるようになった後に始まった番組なので第1回から見てるんです毎回出演される芸人さん全員超面白いんですけどこの1組だけ突き抜けて受けてるなとか ライブみたいなことが巻き起こるところもこの番組の魅力だと思うので今回は僕らがその突き抜けて受けた一組になれたらいいなと思って頑張りました実際に僕たちが受けたのかどうかはオンエアを見てみないとわからないけど本番中ナインティナインさんの笑い声がちょっとだけ聞こえてきたのがすごく嬉しかったです今回披露したコントについてこれはおととしの単独ライブ 2022年5月開催のダウ9万単独ライブ1万のために作ったネタですけど実はずっとテレビでやりたかったんですテレビでネタを披露する場合34分のものを求められることが多いんですけど僕らのネタって基本15分くらいあるんですよほぼ全部だから本当はこれをやりたいんだけど4分じゃ無理だから別のネタにしようかって 諦めることも多かったでも今回 ENGEI グランドスラムから5分のネタをやっていいよとお話をいただいてそこで真っ先に浮かんだのがこのネタだったんですもともと8分あったものを刈り込んで5分にしました ENGEI グランドスラムでネタを披露するにあたって心がけたこと気をつけたことは3年くらい前に書いたネタなので今やるのが若干恥ずかしい という思いもあって、笑、でも、いやいや、憧れの ENGEI グランドスラムの舞台で、恥ずかしがってる場合じゃないだろうと思い直して頑張って演じました。俺は24歳なんだと自分に言い聞かせながら、笑。舞台でやるコントとテレビでやるコントでは、どんな違いがあるのでしょう。テレビでやるときの方が、ちょっとだけ強めに、そしてちょっとだけゆっくり、というのは意識してるかもしれないですね。 画面の向こうに伝わる間、ま、が必要、というか、舞台だと、結構細かい声も拾ってくれるんで、あまり気にせず早めに突っ込んだりするんですけど、とはいえ今回、そもそも8分だったコントを5分に作り変えたものだったので、みんな少し慌てちゃってた、というのはあると思います。わら。ENGEI グランドスラムのファンに向けて、メッセージをお願いします。 皆さんがずっと気になっていたであろう、わら、ダウ9万のアルファベット表記がついに初解禁となります。